ただいま。おかえりなさい。今日は久しぶりに実家に帰ってきたよということで、こちらの棚を逆翻訳して作っていきたいと思います。あららら。まず細かく刻んだズッキーニを天板のパンの上に置きます。あららら。次に補強パネルについては北京市にお問い合わせください。いい社務ですね。あららら。次に洗面台に持って行って、あら、フォーク刺してください。あらら。次に、はい、仕切りパネルに包帯を巻き取り付けます。あらららら。次に你好、ゴミを取り付け北京とつながる。あらら、また北京ですか。次に、よろしくお願いします。会議の手配。次に彼女にフェイスマスクを与える。ありがとうございます。あらら。次に側面パネルと面をつなぐ。ああ、その面ですか。あらら。次に一緒に左右に曲がります。あらら。次に嫌な予感がするんです。広い方に天ぷらを取り付けます。天ぷらですか。あらら。次に ガムを縫う。あらら。ら、次に眉毛大小をカスタマイズして、たくましいですね。産んでくれてありがとう。どういたしまして。言葉で言います。あらら。泣いてます。泣いてません。大きく振動します。あらら。こうして逆棚完成です。これでお母さんも喜んでくれます。よかったですね。これが完成品なんですか。いつもお世話になってるので作りました。
ありがとうございます。大丈夫ですかこれで。どうしましょう。じゃあ帰ります。このままにして帰っちゃうんですか。あらら。こういう陰形なら、はいはい、割引シールが見えちゃう。割引シールが